さあ、グループステージ第4戦を迎えました。両チームともすでに3試合を経て、ゲームの流れは十分に掴んでいることでしょう。そうですね。それぞれ現実的な目標も見えてきました。このゲームもしっかり戦ってほしいですね。この試合の後、優勝を祝うセレモニーが開かれます。流行る気持ちもあると思いますが、できれば勝ってセレモニーに臨みたいですね。ええ、もちろんですよ。優勝チームにふさわしい試合を見せてもらいたいですね。サポーターが詰めかける中、素晴らしい雰囲気で試合が行われます。はい、サポーターの期待も大きいと思います。こちらがホームチームの先発メンバーです。今日はのそのまま前に進みたい。ゴールを狙う。試合開始早々リードするチャンスを逃しました。完全に決まったと思いましたが、まだ調子が出ていないようですね。米本拓司、攻守の切り替えが大事です。ボールを運びゴールに襲いかかります。キーパーの届く位置でした。東圭吾、富田慎吾、野津田学人、ここは縦をつくでしょうか。クロスが入りました。クロスは通りません。チャンスを潰しました。勝ち越し来るか。試合は始まったばかりですが、早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。やはり近い距離からですとゴールの確率がぐっと上がりますね。予測も良かったですね。うまくディフェンダーを外しました。大事な時間と言われる立ち上がりの15分、うまく試合に入ることができませんでした。これは見事に奪いました。ディフェンスが体に当てています。ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。ディエゴ・オリベイラ、走り込んだ味方にスルーパス。スルーパスでしたが合わないか。これは思い切った。大森幸太郎、FC 東京が PK をもぎ取りました。イエローカードが出されます。イエローですか。PK を決めました。落ち着いたいいキックでしたね。落ち着いて蹴りました。キーパーの動きをよく見ていましたね。ハーフナーマイク、ポストに当たったか。ボールは森重がクリア。ここはしっかりクリアされました。勝ち越す絶好のチャンスでしたが、枠に嫌われましたね。いいボールでしたが、ここはクリア。さあどうだ。ここはクリアされました。深い位置でのスローインになります。野津田学人、クロスを低く狙った。キーパーの守備範囲でした。危険な位置です。このスルーパスは長すぎたか。止めました、止めました。素晴らしい判断と反応でした。見事ですよ。スルーパスが味方に通る。素晴らしいセーブでゴールを死守。コーナーキックになりましたね。
ここに来て明らかに試合の主導権を握っていますね。このコーナーでサポーターの声もひときわ大きくなりました。キム・ジョンヤ、林明弘が処理。ハーフナーマイク、ノスタ、これは狙えます。ここはレフェリーがファールの笛、危ない場所でのフリーキックです。イエローが出ました。少し抗議していますね。直接ゴールを狙ってくるかもしれません。守る側は何人壁に使ってくるでしょうか。壁だ。大森幸太郎、目の前にスペースがあるようです。ボールがこぼれました。ミッドフィールドでボールを取りました。高萩洋次郎、太田康介、いい形でゴール前まで持ってきました。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。ここはボールを奪いました。レフリーの笛。後半戦キックオフ、ハーフタイムに監督から何か指示が出ているでしょうか。戦術の変更にも注目です。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。ノツダ・ガクト、1点リードを狙いましたが、ここはゴールを奪えません。このパスの先には誰もいません。スローインになります。森重雅人、高萩洋次郎、さあスタジアムのテンションが上がります。前半はこの選手の活躍が目立ちました。あの同点ゴールは大きかったですね。ゲームを振り出しに戻しました。後半もチームを引っ張ってくれるでしょう。リードを奪いたい。キーパーがしっかりと止めました。米本拓司、これは見事なパスカットです。スルーパスを狙った。ノツダ・ガクト、これが入りません。信じられません。余裕がありすぎたかもしれません。 FC 東京が選手を交代します。森重雅人、高萩洋次郎、ここは簡単にボールを渡してしまった。スルーパス通るか。キーパーのダイビングセーブ、鮮やかでしたね。ゴールラインを割ってコーナーです。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。パスコースにはディフェンスがいます。前が空いている。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。これはファールでしょう。フリーキックです。プレスをかけられます。フィールドの中盤でボールを奪いました。サイドのスペースを使います。クロスの質が良くありません。ゴールキックになります。さあ選手が入ります。動いてまいりました。チャンスだ。
ノッツだ、キャット、ポストに当たってゴール。もう一度今のプレーをご覧ください。いやー、際どいところでしたね。何度見ても素晴らしいゴールです。ディエゴ・オリベイラ、大森幸太郎、ハーフナー・マイク、チャンス来た、ハーフナー・マイクが決めた。このゴールですが、余裕のない中でも冷静でしたね。そうですね、持ち帰る余裕がなかったんですけど、正確でした。太田浩介、サイドからの攻撃を狙います。森重正人、サイドへ展開します。さあ上げたい、クロスは許しません。ノツダ・ガクト、ハーフナー・マイク、目の前にスペースがあるようです。真ん中にクロスを上げた、入るか。このシュートは全く枠へ飛びません。コーナーを狙ったんでしょうが、完全にずれてしまいましたね。サイドにスペースが空いています。いいボールでしたが、ここは触れません。相手に渡ります。ここでホイッスル、ベガルタ仙台が見事な勝利を挙げました。試合の方ですが、終始相手に支配されるという中、少ないチャンスを生かして苦しい戦いをものにしました。この勝利は大きいですよね、福西さん。はい、難しい試合でしたが、今日のような試合を勝てたことが自信につながります。いい経験をしましたね。